今のところアクセス数がなんか20ぐらいで、はい、でなんかコメントも全然なくて、はい、全然誰も見てないんですけど、はい、俺としてはやっぱりなんかあのせっかくだから、はい、なんか何あのフリーターでっていうかバーキングプアとかなんかそういうふうな時代性みたいなところが出して、はい、社会派ドキュメンタリーみたいな感じでまとめたいんだけど、はい、なんか出たくないっていう、うわ、出たいの？出たくないの？映しちゃダメなの？あの声だけとかは？これ声だけだったらいいんじゃない？とりあえずアクセス増やすために僕の提案なんですけど、いやっていうかもう水原くんはなんかこうなんていうのかな、マテリアルとして中途半端なんだよね、なんかね俺の考えでは、だからやっぱを出したいんだけど、もう嫌だって言うんだよ。確かに出たがりのやつは中途半端っすね。うん、そう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 。ワーさんの手段ですか？え？いや俺はもう撮影の方だから。あ、そうだそうだそうだ、桑原さん。え？もうオリンピック近いんでオリンピック盛り上げるんでネタはいいって言っていうか、写真本当ダメ、声だけだったらいいんじゃない？いや、私は何の部屋？声だけだったらダメ？ダメっすよ。っていうか、もうオリンピック便乗しても。お前うるさいんだよお前な、邪魔だから。田口さんどう？ちょっとなんかほらなんかこういうところにいてなんか何あの派遣だっけ？趣旨は何？いや今パート。パート？あ、パートで働いててみたいな、こう鳩山政権に一言みたいな感じで。それはここの宣伝になるんじゃないですか？うんうん。いやここの宣伝ってことじゃない。まああそうだね、あれだよね、とそのうち出てもらうからそんな感じ。ちょっとじゃあなんか一言言ってみる？と声だけでもいいよ。声だけでもいいよ。今度本格的にやるときに、じゃあいやいやもう今本格的にやってるから今日はいいです。今日はいい、もう寝ようかなと思って。あ、そうなんだ。あ、でもそんな今手だけ映ってるけどこれは出していいの？手ですか？うん、いや手ぐらいいいですね。あ、そうなんだ、ええ、で何声出しだけ、顔とか名前とかどの辺的にいいみたいなのある？いや、手ぐらいで。あ、そうなんだ。どうする？もう全然誰も見てないんだけど、基本的に。俺は見てるんですけど。どうだったあれ？面白いっす。結構いいよね。なんかだから俺としてはやっぱりなんかせっかくだから ドキュメンタリーっぽい感じじゃないとダメじゃん。ダメっていうか他にどうしようもないじゃんか。ここの宣伝のあれですか？いやいや違う違う違う、水原くんの宣伝で俺が撮るみたいな感じ。あ、でもここの宣伝でもいいよ別に。どうでも、いや俺が iPhone を持っているということが基本にあって、うん、出る？いやいやいいです。そう、いや稲ちゃんも取材拒否です。みんな取材拒否なんだけど、もう水原くんがダメってことはもう後ろ姿見ただけで分かるからさ、いいけどさ。じゃあ、うん、それか思いっきりアクセス上がる方法があるんですけど。何何？でもバンクマオリンピック近いじゃないですか、うん、キーワード多分バンクマオリンピックの映像とか、うん、結構知って絶対 YouTube 検索する人多いんで、うん、バンクマオリンピックの検索ワード作って、うん、俺がオリンピックモノマネするとか。あれ言ってたじゃん、ここに日の丸つけて応援してる姿を撮って、うん、それもいいですね。それ結構甘いなってると思うんだけど、うん、本当に熱中してあれ。だにバンクーバーオリンピックがすごい好きですぎたまらないみたいな感じを出してみたいな。はい、だってオリンピックだったらもう毎回毎回燃える男ですもん。あ、そうなの？だから別に今回 YouTube に撮るから盛り上がるっていうわけじゃなくて、基本的にオリンピックが好きっていうこと。はい、そうなんですよ。夏でも冬でもあとサッカーのワールドカップも大好きですよ。うん、え、じゃあ具体的にどうする？とりあえずやるのはとりあえずイナバウアーと。イナバウアーってバンクーバーじゃないし。そうそう、とりあえず、まあ、前回のオリンピックを再現しても金メダルを再現しましょうということで。
なんか寒いっぽい感じがするんだけど、まあまあそれはまあとにかくせっかく回してるから、じゃあちょっとなんか語る。はい。で、あの別にあのこの間ほらさ、ゴリラの真似してもらったのさ、あの撮るの失敗して撮れてなかったんだよね。はい。うん。だからあのまあとりあえず全般的にまあとりあえず撮っといて、はい、例えば1時間撮って5分使えるところみたいな感じでやるから、はい、まあ、とりあえずちょっと今からちょっとなんか視聴率アップ的なことを目指すみたいな感じでちょっとやってもらう、はい、1分ぐらい、1分でパフォーマンスみたいな感じで、はい、うん、じゃあとりあえず、うん、ね、あもうカメラ回ってます、回ってるよ、はい、だから、ま、その回ってるところであの編集できるからさ、はい、だから今まあいいや、じゃあ今から1分、はい、はい、どうぞ。皆さん、もうそろそろ世界中が楽しみにしているバンクーバーオリンピックが始まりますね、うん、バンクーバーオリンピック、うん、もうここでやっぱり見たいのはやっぱりもう日本選手団の活躍だと思います。そこで勝手に僕ちゃんが、まあ、首から下だけだったらいい、じゃあ首から下だけこう。あ、今顔映してるから。あ、はいはい、 OK、 はい、どうぞ。やっぱりメダル、やっぱり日本選手のメダル取りまくるところを皆さん見たいと思います。なんかもう10秒ぐらいでもうすでに飽きてるから、ちょっとゴリラの真似してみて。え？それオランダじゃないの。あ、OK、OK、はい、続けて、はい。はい、もういい、はい。はい。そこで。うん、まずはドアップでやってみようか。はい、まずやっぱり皆さんが一番期待してるのは、うん、女子フィギュア、やっぱりここでのやっぱり日本のメダルを期待してると思いますが、うん、まあ、安藤選手、浅田選手、鈴木選手といいますが、うん、まあ、強力なライバルとしてあのキムヨナ選手がいるんですよ。多分この人がライバルになってくるとは思うんですけども、多分じゃなくてもうそれしかないでしょ。けども僕はキムヨナ選手は絶対に負けると思います。なんでかっていうと、キムには用はない、キムヨナだから。だから日本選手が勝てます。あのとりあえずドキュメンタリーだから、あの寒いところもカットせずに撮って、あ、これは寒いですよねみたいなナレーションも入れずに、読者の視聴者に寒いって感じてもらうっていうことがドキュメンタリーだからさ。うん、はい、だからもう、まあ、だから、うん、とりあえず、まあ、安藤選手が持ってもしもメダル取ったからって、あーどうしようとか皆さん言わないでくださいよ。